はい、てなわけでウェビーです。ブリスベン空港ということでゴールドコーストじゃないんですよね。まあごく稀にこういうことも対応してますんで、ウェビーファミリー新しくございます。10年ぶりというか、もう僕が YouTube 始めて頃からずっと見てくれてて、そうです。なんと今日夢叶えてきました。夢叶えてきましたいやーそれは良かったですね。じゃあもうサポーターバッチリやね。あの多分バッチリというか、あの見てるから予習でね。さあサーファーズパラダイスで着きました。じゃーんということで、着きました。やっと10年越しの夢が叶ったこの景色はいかがですか。いやまだ全然実感ないんですけど、ね、これから毎日通いたいと思います。これから毎日ね、はい、まだ実感ないよね。まだ実感ないんですけど、やっぱり日本の夏よりもなんかカラッとしてて、うん、汗かかなくて過ごしやすいです。そうだね、はい、そうだろうね、うん、カラッとしております。さてさて、ちょっとね、はい、お金日本円を換金したので、さあ無事ね携帯もつながりました。今日は天気がいいので、うわすごい、映えますよね、波高いですよ思ったより。あ、今日波風が強いからね、すごいね、波が高いです。いや夢みたいです。夢みたい、本当に夢みたい。そっちで大丈夫です。ほらね、ある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 です。あ、OK です。じゃああとは問題なく、はい、下から出て、あ、出てきたはい、これで OK ですね、はい、ゲットね、ゲットね、はい、これで、これね、もうトラムは簡単なんでね、二方向に行くだけと、どっちに、自分のいるとこからどっちに行きたいかだけと。荷物はあれですね、ウェピーパッキング動画で、はい、参考にしました、ね、でも詰めすぎちゃって30キロギリギリ。あ、30キロギリギリ、まあまあでもいいんじゃないかな、うん、30キロ。じゃあしっかりね、あのバッパーついたら、はい、ウェピーレクチャーやっていきますんでね。はい、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 来てないけどね、終わりましたね、はい、無事ウェピーレクチャー済んだということで、これから独り立ちということですが、いけそうですか。ね、いやいや、あの話聞いたけどしっかりねして、あの ますので大丈夫だと思うので、あとはしっかりゴールドコースを楽しんでください。ありがとうございます。チャオー。